こんにちは、ケンです。新宿から小田急線快速で16分、川崎から JR 南武線で20分とアクセス抜群で、多摩川や緑地など自然が広がる川崎市多摩区上戸周辺。上戸は最近ではドラえもんの駅としても人気ですが、江戸時代は宿場町として、昭和に入ると鉄道が開通し、観光地としても注目を集めます。そんな上戸向こう川周辺を今回はお送りしたいと思います。実は上戸の歴史を探っていくと、この地が世界の技術革新に深く関与していることが明らかにされていきます。江戸時代に津久井の絹糸や織物をはじめとする物産を江戸へ運ぶ産業道路、津久井王冠がありました。津久井王冠は三軒茶屋から世田谷通りを経て、かつては現在の相模原市に位置した津久井町に至る旧街道です。上戸はその宿場町として発展しました。さらに多摩川を渡る渡し船の渡船場でもあり、重要な交通の要衝でした。多摩川では上戸の渡しの他にも街道ごとに多くの渡しがありました。中でも一番大きかったのが大動脈である東海道の6号の渡しです。画像は1860年代江戸末期の風景です。一方こちらは昭和28年の上戸の渡しの風景です。行商の自転車でしょうか、しっかりと生活に根ざした風景が伺えますね。多摩川全域では39箇所の渡しがありましたが、鉄道や橋ができたことにより今では全て廃止されています。上戸の語源は諸説ありますが、河川の低地から高地への上り口にある場所から上戸と付けられた説が有力です。江戸時代後期に描かれた調布多摩川総画図を見ると、上戸が多摩川から多摩丘陵へ上る入り口に位置しているのがよくわかります。鉄道が発達する明治の中頃までは船を使った輸送、つまり舟運が大型貨物輸送の中心でした。奥多摩から材木を運ぶイカダは、先ほどご紹介した調布多摩川総画図にも描かれています。江戸が拡大していくにつれ、木材の需要が増大します。奥多摩から大量の木材を運んでいたそうで、幕府はそのイカダの輸送に課税をし、多摩川沿いの各地に取り立て所を設置します。上戸宿にもこの税を納めるイカダ会所が設置され、イカダ乗りたちは皆上戸に立ち寄っていたそうで、そのための宿や料理屋、下駄屋、籠屋などが街道沿いに集積していきました。画像は江戸時代から続く旅籠柏屋の昭和初期の頃です。経済的に余裕のある旦那衆は、夏の多摩川で船下り、鵜飼を眺めながら柏屋の鮎料理、店自慢のすっぽんにに舌包みを打ち、優雅な川遊びを行っていたそうです。柏屋は2019年より多摩川沿いにできた複合施設リバーサイドポイントに移転し、日本料理屋として営業されています。こちらも料理で評判だった紀の国屋、江戸時代に作られた最も古い人工用水路三ヶ両用水と津久井王冠が交わる小泉橋のたもとにありました。川崎市民は小学校の頃からこの三ヶ両用水がいかに川崎市を発展させてきたかを叩き込まれるそうです。かつては稲作や梨生産など農作物が有名だったこの辺りも、昭和の高度成長期に宅地化されていくと、三ヶ両用水も生活排水のため水質が悪化しました。しかし近年では水質浄化や散策路の整備がなされ、住民の憩いの場となっています。多摩川を下り江戸へ木材を運ぶ一方、逆に多摩川を登って伊豆から石が運ばれていました。画像の地図に石や菓子と表記がありますが、ここが石材を運ぶイカダの船着き場だったそうです。石屋菓子には創業230年を超える吉沢石材店があり、神社仏閣の石塔や灯籠を数多く作っていたそうです。吉沢石材店も区画整理のため街道沿いから多摩沿線道路の方へと移転されています。イカダに石屋、下駄屋に左官屋と、様々な職人の町でもあった昔の上戸宿場町。画像は明治時代の古地図です。明治から大正にかけてもその風景は変わりなく農村が広がっていました。大きく変化していくのは昭和に入り鉄道が開通してからになります。1927年、昭和2年に南武鉄道、そして小田急線と相次いで開通します。こちらは昭和8年に描かれた路線図と観光名所図です。南武鉄道は多摩川の砂利運搬のため、多摩川砂利鉄道として大正時代に設立された会社でした。多摩川の砂利は江戸時代から採掘が始まり、敷砂利などに使用されていたそうですが、明治大正の鉄道産業の発達により、鉄道の敷石やコンクリートの材料として需要が急拡大しました。南武鉄道の他にも目黒蒲田電鉄や東急横浜電鉄など、私鉄各社は砂利運搬で莫大な利益を上げていたといいます。
当時の南部鉄道路線図を見ると、登戸の両隣、中之島、宿河原から砂利採取場まで線路が引かれていたのがわかります。しかし砂利だけにとどまらず、競馬場や競艇などの公営ギャンブル場や向こう側か遊園など、さまざまなレジャー産業、さらには百貨店や住宅開発も行いました。つまり従来の貨物輸送事業に加えて、エンターテインメントに不動産、流通事業との相乗効果で乗客を増やすだけでなく、新たな街を作り出し、事業拡大を加速させました。この鉄道ビジネスの第一人者が阪急電鉄の小林一三です。百貨店や宝塚歌劇団を作ったり、住宅ローンを考え出したりと、その後の日本独自の鉄道ビジネスの礎を築きました。画像は昭和初期の稲田堤の桜祭りの様子です。上野に並ぶ桜の名所と言われています。最盛期には2000本の桜の木が植樹されており、花見客で臨時列車が出るほどだったと言います。続いて競馬競輪場の話です。今でも南部鉄道沿線だけでも、川崎競馬場や東京競馬場、京王閣競輪に立川競輪と、川崎立川間 35.5km に4つの公営ギャンブル場があります。そして1927年、昭和2年、南部鉄道開通とともに登戸にも競馬場が設置されました。場所は登戸と中之島の間、川崎地名辞典によると、菅原工業があったところに草競馬の文字が見て取れます。菅原工業は現在の日立マクセル。その下には三菱レイオン研究所も確認できます。地図を重ねてみるとこのような感じでしょうか。一周700メートルの馬場で、春と秋、年2回、1回あたり5日間開催。開催時は登戸と中之島の間に競馬場前駅が臨時で設置されていたそうです。地方競馬の統合により1933年、昭和8年に廃止され、跡地は農場として使われたそうです。わずか6年間しか存在しなかったわけですね。またもう一つ、小田急線開通とともに1927年、昭和2年にできたものが今はなき向こう側丘遊園です。開通時、最寄りの稲田登戸駅、つまり今の向こう側丘遊園駅から向こう側丘遊園正門までは 1km ほどの距離がありました。当初は稲田登戸駅に近い増形山に開園を予定していたそうですが、用地買収がうまくいかず、駅から離れた長尾地区となったため、急遽稲田登戸駅から向こう側丘遊園入り口までの 1km をトロッコ列車の豆汽車を通すことになったそうです。ガソリンエンジンで最大7両編成、168名が乗車可能だったそうです。開園当初は野外舞台や音楽堂に売店や休憩所などしかなく、入園料は無料でした。画像のように自然公園のようなところで桜の名所として賑わったそうです。しかし戦時体制の1942年、昭和17年、向こう側丘遊園は陸軍近衛騎兵連隊の訓練場として接収されてしまいます。再開するまでは10年の月日を待たねばなりませんでした。少しここでガラッと視点を変えます。冒頭でお伝えした登戸が世界の技術革新の歴史に深く関与しているという点について説明します。戦争と登戸といえば、長年表に出ることなく秘密にされてきた日本陸軍の極秘研究所、登戸研究所の存在があります。こちらは登戸研究所へ視察に訪れた三笠宮殿下と将員たちの写真です。正式名称は陸軍第9技術研究所ですが、コードネームとして登戸研究所と呼ばれていたそうです。さらに登戸研究所とありますが、実際の場所は昭和12年当時は生田村と呼ばれていて、現在の東生田になります。画像は明治時代の地図ですが、拓殖港と書かれている場所が後に登戸研究所となる場所です。余談ですが、この拓殖港、正式には日本高等拓殖学校といい、明治から始まった日本のブラジル移住政策に関連し、現地での指導者を育成するための学校で、コーヒーの麻袋の原料となる重土栽培の技術を主に教えていたそうです。しかし国家の移住計画はブラジルから満州へと変わったことにより、開戦間近の昭和12年に施設は陸軍が買収し、登戸研究所となります。この翌年の1938年、昭和13年に日中戦争における国家総動員法が公布され、人、物、金が強制的に集められ戦争へと注ぎ込まれていきます。拓殖校は接収されるまで278人の学生とその家族398人をブラジルへと送り出しました。先に触れた三笠宮の視察写真を確認してみると、正面玄関のアーチが一緒ですので、接収された拓殖学校の校舎をそのまま登戸研究所として使っていたようです。後ろに写っている樹木も拓殖校の時のままです。今この場所は明治大学生田キャンパスとなっており、当時からあったこの8本のヒマラヤ杉は今でも残っています。昭和初期から拓殖学校の学生、登戸研究所の研究員、そして今では明治大学の学生の成長を見守っているのです。
ちなみに生田にありながら登戸としたのには軍事施設はその秘匿性から実際の地名ではなく近隣の地名をつけることがあったからです。登戸研究所は第一次世界大戦後毒ガスや気球爆弾電波兵器をはじめとした兵器の製造さらには偽札製造に諜報活動宣伝活動を行っていたところでした。そこで活動する要員を育成していたのがあの有名な陸軍中野学校です。特に優秀だったのが偽札の製造です。日中戦争では30億円、40億円、今の貨幣価値に換算すると約20兆円と言われる中国元の偽札がここ登戸研究所で作られ、上海へ運び込まれ、経済を大混乱へ招いたといいます。余談ですが、陸軍中野学校の跡地は登戸研究所と一緒で、今は明治大学となっています。ただ、明治大学の経営中枢と旧日本陸軍が特別な関係にあったというわけではなく、単に戦後の民間払い下げとなった土地、施設を明治大学が研究施設としてまだ活用できるとの思いから購入したとのことです。もう少し登戸研究所について見ていきましょう。実に興味深いエピソードに満ちています。こちらは直径10メートル、重さ200キロ、戦時中9000個も放ち、300個以上が米国本土に到着したと言われている気球爆弾です。なんとその材料は和紙で、こんにゃく糊で貼り合わせていたそうです。そしてこの気球爆弾に炭疽菌やペストなど化学兵器を搭載して飛ばす大量破壊兵器として開発されていたようですが、実際に化学兵器は使用されなかったそうです。こちらは登戸研究所での研究内容の一覧です。スパイ映画に出てくるような小道具から兵器までありとあらゆる研究が行われていたのがわかります。5その他のところに警察犬追跡防止用薬品というのがあります。スパイ活動において諜報員が一番恐れていたのが拳銃ではなく犬軍用犬に吠えられて見つかることでした。そのためになんと犬に吠えられず手なずける薬の研究開発までをも行っていました。さらに驚くべきことにその研究で参考になったのが忍者だったといいます。昔忍者が屋敷に入るときにミミズをまいて犬を黙らせたといいます。ミミズには猫にまたたびと同じように犬に対しては陶酔効果があることが分かったそうです。昔、白戸三平の忍者漫画、カムイ外伝に犬マンとして紹介されていました。ミミズから特殊なエキスを採取し、防止用薬品を発明。スパイ活動に大いに使用されていたそうです。そして最終秘密兵器として研究開発していたのが怪力光線と呼ばれていた兵器。電磁波を飛行する B-29 に照射し、エンジンを停止させる電波兵器です。日本中から電子工学の専門家が集められ、研究開発しますが、実用前に終戦を迎えます。あらゆる分野の一流研究員や民間企業を総動員し、極秘に研究開発を行っていた登戸研究所。戦後米国はその高度な技術を取得するため、戦争犯罪を問わない代わりに多くの情報や人材を活用します。こちらの写真、右から2番目が登戸研究所で、偽札の責任者であった山本健三。偽札を製造していた研究員は戦後米軍で働き朝鮮戦争やベトナム戦争での秘密戦に関わりまた電波研究していた者は起業したり企業で研究開発につき FM ラジオやテレビ、電子レンジ、レーダー、無線 LAN など後の日本の高度成長期を牽引する役割を果たします。世界で初めて IC 電卓を作ったシャープの元副社長佐々木忠。世界の半導体産業の基礎を作り上げ戦後日本の発展を牽引した方ですが彼こそ登戸研究所で電波の研究に従事していた一人なのです。世界初の IC 電卓やアポロ用の LSI の開発など日本にとどまらず世界の先端電子技術の開発に携わり半導体産業の礎を築き上げた方です。ソフトバンクの孫正義が佐々木さんとの出会いがなければ今日のソフトバンクグループも私もなかったと言わしめた伝説の技術者なのです。孫が起業する前に開発した電子翻訳機を持ち込んだ相手こそ佐々木でありソフトバンクの創業資金1億6000万円を提供したのも佐々木です。さらに創業直後ソフトバンクが資金難に陥った時佐々木は自分の自宅と退職金を担保に入れるから融資をしてくれと銀行幹部に電話をかけて回ったというから驚きです。当然融資は実行されました。今や人類の生活スタイルを変え世界を席巻したアップルのスティーブ・ジョブズ。彼もアップルを追われていた頃アドバイスを求め佐々木の元を訪れます。頭はボサボササンダル履きでソファーに座るとあぐらをかいたと佐々木は回想しています。そこでネットワーク基盤の携帯型 IT 機器の時代が来るとの助言から iPhone が誕生することとなります。
テクノロジーや文明を発展させるのは戦争であるとよく言われますが、その一つの事例がここ登戸研究所にあったわけです。では続いて戦後の向ヶ丘遊園を見ていきましょう。戦時中に接収されていた向ヶ丘遊園は、登戸研究所から増形山を越えたところにありました。写真は昭和30年代の稲田登戸駅、今の向ヶ丘遊園駅前の風景です。豆電車乗り場があります。戦後小田急に返還された向ヶ丘遊園ですが、昭和25年にはあの豆汽車も蓄電池を搭載し豆電車として復活しました。さらに昭和26年、山頂までの空中ケーブルカーが仮設されました。正門から園内中央の山頂の見晴らし台駅までの全長245メートル、高低差50メートルを3分で結び、当時は東京タワーも見えたそうで大人気になります。老朽化のためにケーブルカーは昭和42年に廃止され、昭和43年からはフラワーリフトが運行されることになりました。1952年、昭和27年、入場料大人10円、子供5円と有料化されます。この年の4月から11月までの入場者は32万人を超え、大盛況となったそうです。大型の遊具が設置される前ですから、来訪客の目的はお花見でした。ところが露店で販売される焼酎のために泥酔者にあふれ、喧嘩、迷子が続出します。取り締まりに来た警官もお手上げだったとのことです。昭和30年代に入ると遊具が次々と設置されていきます。戦前の自然公園的な向ヶ丘遊園から子供から大人まで楽しめる遊園地へと変貌していきます。とりわけ飛行島やウォーターシュートは人気を集めました。当時の料金表です。乗り物は1回10円、当時のサラリーマンの平均月収は2万円ほどでしたので、乗り物1回は現在の価値でおよそ120円くらいでしょうか。昭和33年には世界のバラを集めた大バラ園が完成します。今でも生田バラ園として残っています。さらに1962年、昭和37年に産経新聞主催、防衛庁が協力した防衛博覧会を開催します。 C-46 輸送機やヘリコプターへの登場、さらには自衛艦で東京湾を一周する抽選なども行われ、これが大当たり、年間収入が前年の3倍にも達します。さらに防衛博覧会開催にあたり、その後の向ヶ丘遊園のシンボルとなる花の大階段や観覧車、大型遊具が次々と導入されていきます。1955年、昭和30年に稲田登戸駅から向ヶ丘遊園駅へ名称を変更します。小田急線つながりでは、珍しいロマンスカーのモックアップ、つまり実物大模型が園内にありました。売店として利用されていたそうです。1965年、昭和40年になると豆汽車が廃止され、翌年の昭和41年に向ヶ丘遊園駅から向ヶ丘遊園正門駅までのモノレールが開業します。向ヶ丘遊園でウルトラマンショーがあると、モノレールはウルトラマンのお面をかぶって走行する時もあったそうです。それがこちら、なんとも印象深いお顔ですね。幾度となくウルトラマンシリーズをはじめ仮面ライダーなど多くのロケが行われた向ヶ丘遊園。昔つぶらやプロは小田急沿線の祖師ヶ谷大蔵にあり、実はウルトラマンのデザインは小田急ロマンスカーから取り入れられたという説もあるそうです。こうやって並んでいるとそれも頷けます。2005年、平成17年、祖師ヶ谷大蔵は今ではウルトラマン商店街へと改名し、ウルトラマン誕生の地として脚光を浴びています。ロマンスカーといえば、そのデザインを行ったのが商業デザインの巨匠、宮永武彦です。小学校でお世話になったペンテルクレヨンのデザインも宮永氏によるものです。誰もが知っているのではないでしょうか。小田急との関わりも深く、箱根や江ノ島観光のポスターだけではなく、1961年、昭和36年の小田急百貨店開店に際して包装紙もデザインしたそうです。こちらは昭和30年代の向ヶ丘遊園のポスターやパンフレットです。こちらは宮永氏のスクラップブックにあった当時のスケッチ画ですが、先ほどの昭和32年の向ヶ丘遊園のパンフレットの下絵のようです。モノレールの開業の1年前、1965年、昭和40年にスケートリンクがオープンしました。しかも夏にはプールになるという画期的なもので、向ヶ丘遊園の入場者も増加します。しかし絶叫マシンや巨大化する遊具に設備投資のコストは膨らんでいきます。さらに1983年、昭和58年に向ヶ丘遊園のその後を決定づけるある事件が起きます。そう、ディズニーランドの開園です。ディズニーランドに客を奪われる形で向ヶ丘遊園の来場者数は大きく落ち込みました。さらに輪をかけるようにバブルが崩壊します。
小田急は本業の鉄道に資源を集中するために2002年平成14年3月31日、昭和2年から75年間続いた向ヶ丘遊園は閉園となります。閉園までの最後の10年間での損失は40億円にも上ったといいます。閉園となった向ヶ丘遊園跡地はしばらく全く再開発されることはありませんでした。しかし2011年平成23年にモノレールの向ヶ丘遊園正門駅とボーリング場の向ヶ丘遊園ボールがあった場所に藤子 F 不二雄ミュージアムが開業します。藤子 F 氏 A 氏ともに長年多摩区在住だったそうです。ミュージアムにほど近い東生田に昭和36年藤子 F 不二雄氏、藤子不二雄 A 氏が時和荘を出て初めて家を建てました。しかも2人で土地を購入し、同じ敷地内に家を2軒建ててそれぞれ居住していました。さらに昭和46年頃には多摩区の寺尾台の方へ引っ越し、今度は隣ではないですが3軒挟んで家が建てられたそうです。以来最後まで多摩区在住でありました。2人は少年時代から変わらぬ昔のままの深い絆で結ばれていたんですね。この動画の最後のセクションとなります。昭和の多摩川の土手沿いにはお店が並び、昼間からお酒をたしなむ多くの大人たちがいました。そんな土手沿いに最後までお店を開けていたたぬき屋も2018年に閉店します。2003年から BSTBS で放送を続けている酒場放浪記が収録されています。酒場詩人として知られている吉田類さんが訪ねていたのですね。天国に一番近い居酒屋と呼ばれて、多くの酒飲みが至福の時を過ごしていたとのことです。渡し船を営んでいた家に生まれ、渡し船が廃止された後に貸しボート屋を始めたのんき屋さん。鉄橋は小田急線です。昭和50年代まではこれほど盛況だったのですね。こんな昭和の風景もどんどんなくなってきました。はい、というわけで今回は上りと向ヶ丘遊園の歴史を深掘りしてみました。不条理な戦争の中、数々の兵器や奇想天外な道具を作り出してきた登戸研究所は、戦後のテクノロジーの発展に大きく寄与したばかりか、確実に私たちの生活に大きな影響を与えるその礎となりました。環境や時代背景は違えど、常に夢と希望を持って進化してきた町、登戸向ヶ丘遊園。登戸は駅南側を中心に大規模な土地区画整理の真っ最中です。放置されていた向ヶ丘遊園跡地の開発も2023年に完了する見込みです。温泉エリア、グランピングやキャンプ場といった自然体験エリア、さらにはショッピングモールなどの商業エリアができる予定です。昭和のあの頃のような活気に満ち溢れた街が戻ってくるのでしょうか。今後の発展が非常に楽しみです。この動画が面白いと思われましたら、ぜひ高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ツイッターで更新情報などをつぶやいております。概要欄にリンクを貼っておきました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。